新規バス新規バス、三田営業所新規バス、三田営業所は、新規バスの営業所の一つ。所属車両に付される略号は、電である。主に、三田市内の鉄道駅と郊外を結ぶ路線や、北上地区に乗り入れる路線を運行している。一般路線をはじめ、三木、伊予加バスの運行を、三木市から受託しているほか、中距離の特急さんの宮線も、 この営業所が担当している。新規バスの同形式車両を見た市内から6甲、北有料道路、阪神高速7号北神戸線、阪神高速32号新神戸トンネルを経て、神戸市の中心部である三宮とを結ぶ路線。一部は、舞鶴若狭自動車道に乗り入れ、丹波市の関西記念墓園に向かう。系統番号として、 特急38系統が割り当てられているが、現地の標中や広告等では番号を使わずに、特急3の宮線、3の宮特急バスなどと表記されている。種別に、特急とあるが、全便自由席の座席定員制で、事前の予約は不要。基本的に、全便が高速専用のエアロエース、エアロバス、セレガ HD、ガーラ HD で運行されている。 2000年代初め頃までは、主にワンロマ車が使用されていたが、利用客の増加などにより、徐々に、上述のハイデッカ車両に置き換えられていった。三宮では、乗車は高速線と同様にを、JR 三宮駅高架下の新規バス、三宮バスターミナルとなっており、校舎は、三宮バスターミナルもしくは地下鉄三宮駅前となっている。 三宮から新神戸機関では、下りは乗車のみ、上りは降車のみの扱いとなる。また、神戸空港に乗り入れる便もあるが、上りの降車のみの扱いである。運賃の支払いも、一般路線と同様に、IC カードが利用可能。三田営業所、神戸営業所、西脇営業所が、担当遠隔運行系統を田市内から、中国自動車道。 新名神高速道路を経て、大阪梅田、新大阪駅とを結ぶ路線。種別に、高速とあるが、全便自由席の座席定員制で、事前の予約は不要。基本的に、全便が高速専用のエアロエース、セレガ HD、ガーラ HD で運行されている。中国ハイウェイバスとは異なり、新大阪駅では新大阪駅北口発着、大阪駅では、 大阪駅前発着となっている。大阪府内区間のみの利用は不可となっている。運賃の支払いも一般路線と同様に IC カードが利用可能。2021年4月参入の阪神バス便では乗車時の車内発見方式となり、ペイペイが決済に使用可能であるが、ニコパでの決済はできない。ただしニコパを所持している場合は現金、または ペイペでの決済で2コパ割引運賃が適用される。阪神バス便は、三田市内のみの利用はできない。西脇営業所、津山営業所、阪神バスとの共同運行。遠隔運行系統、南木大仕様の新規バス車両高速塗装で、側面に南木大の文字が入っている。廃車が進み、道路線から姿を消した。種別はすべて、急行。 かつては車種を問わず、大半が、日のせいで占められていた。現在のツーステップ車、三菱不装製、純正ボディ、または、西日本車体工業化装車を中心に、アワージ交通からの中古車であるイスズキュービックやエルガ、中型の日の、レインボーが存在する。特急んの宮専用には、前述した通りエアロエースエアロバス、セレガ HD、 ガーラ HD が在籍している。三宮、吉川専用として使われている、ワンロマ社は、2018年3月をもって、運用から退くこととなった。その後同社は、ウエスト新規へ移籍となった。三木市内にて運行する三木、イオカタンバス用に、三木営業所より転籍した北ハリマ、総合医療センター直通バスカラーの日の、ポンチョが用いられている。 現在は、所属する、一般路線用の全車の方向膜が、LED 化されている。なお、2009年7月1日に、篠山市、丹橋地域の路線が、新規グリーンバスによる運行となったため、篠山出張所のうち、三田市にある母子、小垣車庫は、篠山出張所から三田営業所に変更、加藤市にある、清水車庫は車出張所、新規グリーンバス。 市の山営業所の共用に変更された。2013年4月1日からは、西日本では、初めてのメルセデス・ベンツ製の連接バス、オレンジ・アローレン、サンダーが2台導入され、運行を開始している。ありがとうございます。